大砲ロサリオから走塁革命。阪神金本智健監督、49が25日、新外国人ウィリン、ロサリオ内野手、28イコール韓国、ハンファの足にも期待をかけた。韓国で2年連続3割30発100打点のスラッガーは、実は今季10盗塁も記録している。指揮官は R4 について、走塁も必死にやるタイプと表現。4番も有力候補の激走連発を計算に入れたずんぐりむっくり体型のロサリオに、まさかの指令が下された。意外なセールスポイントを明かしたのは金本監督だ。走塁も必死にやるタイプらしいからね、足もまあまあ速くて。走塁も期待している交渉で身長180センチ、体重99キロ。来季の4番も有力候補に、走塁革命でもチームを引っ張ってもらう考えを明かした。金本監督やっぱり、安打で一塁から三塁に行ってほしいしね。鈍足でも走塁に対する意識があれば自然とスタートを切るし、相手のポジショニングを見て判断していける。そういう意味で必死に走塁をやってくれれば、外国人選手とベテランがやってくれればチームは良くなる。外見に似合わず。走れる男らしい実は韓国、ハンファに所属した今季、119試合出場で10盗塁を記録している。100キロ前後の体重に関しても、指揮官は、そう俺らは、いいよ。パフォーマンスが出せるんだったら全然、今の体重でいいと思う。適応体重があると思うからと OK サイン足にも大きな期待をかける。チームは今季、リーグ3位のシーズン70盗塁。一方、2連覇を果たした広島はリーグダントツの112盗塁を重ねた。数字が全てではないが、王者の場合、一塁走者が安打1本で三塁を陥れるケースは数えきれないほどあった。カープとの差を埋める作業を続けていく中で、走塁面の向上も避けては通れないポイントの一つ。そこで新助っ人にもさらなる意識改革の一翼を担ってほしい、というわけだ。指揮官はロサリオ入団が決まった夜、今うちに一番足りないのは長打力とか得点力。チーム打率も低いし、得点力が一番の弱点だからと打力アップをイメージした。もちろん、もう重要任務は快音連発になるその上で足にも計算が立てば、ゲーム終盤もダイソーを送らずに打線の迫力をキープできる。ロサリオ激走の回数が増えれば増えるほど、虎の、走塁革命は成功に向かう。開きかっこさえ陽介天阪神の外国人で、年間10盗塁、20本塁打を達成した選手は2人。ラインバックは日本通算94本塁打の長距離砲で先発4番も205試合務めた。ソロムコの通算37盗塁は外国人としては球団最多記録。外国人のシーズン球団最多となる22盗塁。82年を記録したアレンは、在籍2シーズンで先発1番での出場が54試合。リードオフマンタイプだった近年では11年マートンが、11盗塁17本塁打と活躍。なお外国人のシーズン最多盗塁は、53年レインズ、阪急の61盗塁。